本日もこちらやっていきましょう。聖戦の系譜。いろいろやってたら大チャンス的な並び方になりましたので、この状態でいきたいと思いますと。で、こちらはもう完全に無力化している状態なんで、あとは自由、ご自由に痛めつけてください。ってな感じになってますと。で、アレスでいいんだ。ライブであの回復力ですからね。一気に30回復。で、こいつさえ倒せば、あとはもうこっちの方も楽になったも当然ですので。まあ、あとはフィンによって。これで、攻撃力の激高いやつはとりあえず、持っていくのはちょっと置いといて、生涯一階級で、あとはパティでファバルを説得するようにして、ついでに言えばこっからはイシュタルも出てきますんで、先にもうアーサーでこいつとどめを刺してクラスチェンジさせとくか。まあ上はおそらくもうこれで、これでこっち側から回っても一応攻撃をされることはない。よし。じゃあとりあえずここでもう透明の危機は去ったな。
まあこうすればリーフに攻撃してくるのは分かりきってることだけど、このようにトルバドールってことはダメージ受けたキャラを回復もしてくれる、すなわち攻撃を受けたらどっかが回復してくれる、永久的に経験値稼ぎになる。さすがのこいつらもな、一気に一体で来るってのはないみたいだ。あとはファバルの攻撃範囲内に P を入れないようにして、これでアーサーもマージナイトにクラスチェンジできる。歩兵と、騎馬兵の一番の違いは、攻撃した後の余ったマス分再移動ができるってやつ。で、あとはこっちの処理だった。まあ、下を落として。クラッシュ2個に経験値を与えてもあんまり。なあ、2連続で外してくれるか？んで、ナンナは1回のリライブで。で、戻って、で、リーンでこの3人を回復させて、金の勇者の槍ならばおそらく これでトライアングルアタックをとりあえず防ぐことができた。一体落とすことができれば、あとはとりあえず楽なもんだと。で、なんなも祈りの剣で、こいつの経験値もらって。マジですか。
どうするか。78。おとなしくしとくか。しまった。やべえ、ヨハルバ狙い撃ちされるかも。まくるよな。危ねえ危ねえ。トルバドールで無力化し、トルバドールで一気に落とされないようにしてからそのままにしとけばよかった。だけれどもフィンでとりあえずエルウィンド18か、そりゃ外すわけだ。で、この状態にして。まあ、ここまでやったらもうあとは安心だ。
エルサンダー一体じゃそんなに脅威でもない。77を2連で外す。とりあえずここに置いておけばで、アレスとディニー、あとはスムーズにファバルを仲間にできれば。でもあいつもアホだな。正直ちょっと上の村が間に合うか。味方とアリオン待ち聞いた。で、リーフでこいつを攻撃して。じゃあね、デルムッド。まあ、不本意だけれども、経験値上げる。で、ファバルの攻撃を。で、アーサーはクラスチェンジさせて。このまままっすぐ行くとファバルに食らっちまうから、ちょっと。とファバルの攻撃範囲が、まあ、結構来るなぁ。
じゃあこっちに行って。正直トールハンマー持ちの。イシュタレ。ここまで来るから。少なくとも一ターンで攻撃されないところはここまでだな。で、あとはちょっとリンを置いといて。こっちに、イシュタルは安全範囲に置いている。よし、これで行ってみるか。で、伝説の武器所持者。いや、こっちに来たか。待て、お前こそどうして花嫁に。待て、すまん。お前の言う通りだ。俺、どうかしてた。わかったよ、待て。しかし、お前、なんだか変わったな。んで、これで伝説武器所持の一体を、一体を無力化できたというか仲間にできて、んで、正直今イシュタルが向こうの方に来るとは思ってなかった。じゃあファーバルはちょっとこっちに持ってって、とてもじゃないけどこっちに来るようだったら、あ、待てよ、ファーバルの武器が今どうなっとる。1イバル、銀の意味、鋼の意味、レスターにどれかあげるか。1イバルはあげらんねえからな。
で、アーサーは、次のターンで間に合う。で、1バールじゃなくって。とりあえず今の分でこう。正直村が間に合えば、あ、待てよ、こっちは大丈夫か、こっちも OK だ。村が間に合えば、あとはもう楽。一応どう転んでもいいようにデルムッドをここに置いといて、カリスマに痛い持ち。で、ユリアを回復させて。確かティニーで話しかければイースタルが仲間にはならない。そりゃそうだ。ラスボスの一つ前だから絶対にならないけれども。まあこれで誰かが落とすことはできる。一応シャナン、リーフ、これで攻撃範囲に誰も入ってない。もちろん上のババルもね。間に合わねえかもしれんな。2回攻撃で正直助かった。1回攻撃だったらもう間に合ってなかった。じゃあフィーでこっちを訪ねて。アンスターの城でも住民が反乱を計画してるそうだ。指導者テディという若い魔導士でな、シレジャーニネス、シレジャーニジーナシが人々からとても慕われている。しかしアンスターはトラキアからも狙われてるし、大丈夫だろうか。で、アーサーをクラスチェンジさせて、でだから闘技場の前に修理で。ああ、そんなんねえか。で、とりあえずもうクラスチェンジしたらエリートリングはいらないと。闘技場はもう制覇しとったわ。はい。さあ、移動力も上がるし。さて、とっと、ティニーで話すが出るか出ねえや。
こういうセリフを出したかっただけ。どうせ落とされるか。うん、現在トールハンマーまともに受けられるのってユリアだけじゃねえか。一回はね。だからなんなとデルムッド、こいつを置いてミストリティ、イスタルよ、私と共にバーハラへ戻れ。お前はこんなところで死んではならん。私にはお前が必要だ。私の力になってくれ。まあとりあえずこれで完全に危機は去ったなぁと。じゃあとりあえずここで一旦終わらせておきたいと思います。はい、では一旦失礼します。